総踊りシーズン10最終 D ブロック、この戦いを制し決勝へ勝ち進むのは一体誰だ。賞金奪い合いネタバトル総踊り、出場者はこの12組。トーナメント最終 D ブロックのマッチメイクは、最強のアンダー5芸人は誰だ。事務所一押しルーキーバトル。若い世代の台頭によりお笑い界は活性化している。いつの日も時代が動くきっかけとなるのは若い世代だ。そこで各事務所一押し芸歴5年以下のルーキーでマッチメイク。吉本興業所属芸歴1年10億円、事務所のルーキー対決。そうですよ、吉本を背負って僕ら戦わないとダメだ。お笑いの事務所っていうのは、吉本以外にもあるんです。あ、いっぱいあります。俳優事務所さんですか。違う、俳優と戦わされるんか。にわかには信じがたいですね。まあ、笑いって言ったら吉本なんでね。まあね、賞金取ったらまあね、我々大手なんで、まあ吉本興業、まあ弱小事務所の方にねお小遣いあげたいと思います。失礼やな。はい、渡辺エンターテインメント所属芸歴5年、現役弁護士芸人小竹正義感。僕のことなんて誰も知らないと思うんですけど、こういうバトルっていうのは、まあ、一番インパクトのある人間が勝つと思ってるんで、僕が一番インパクト残せるんじゃないかなと思ってます。普段裁判所で、国や相手方と戦ってるで、やっぱり戦いの場となったら僕に勝てる芸人はいないんじゃないかなと、そう思います。傍聴人の皆さん見ててください。私が今日の戦い絶対に勝訴します。太田プロダクション所属芸歴3年、パワフルトリオ、もしもし。俺たちが太田プロ代表もしもしだ。賞金獲得して見せつけてやんだよ。一人より二人より三が一番強えんだよ。そうだな、もっと人数増やしてから出てこい。もっと三人でもしもしだ。かましてやる、かましてやるよ。そう乗ってやる。今回も行ってみましょう。こちら最近見つけた一押し家勝トーク。今回は芸歴5年以下の一押しルーキーバトルということで、アシスタントたちの5年以内に見つけた一押し家勝を紹介。最近始めたのがオートミールにキムチとメカブと納豆とアボカドとあと最後に卵を乗せてそれ混ぜて食べるの、めっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しいし、しかも低カロリーで栄養もしっかりとれるから美味しそうです。普通にめちゃめちゃ美味しい。簡単ですね。そうなの、そうなの。全部さ、コンビニとかスーパーで買える食材だから本当に手軽にできるんで、皆さんもよかったら試してみてほしいなと思います。私も最近はもうテレビをつけっぱなしで、テレビに YouTube を映すことにハマっていて、竹脇まりなさんの動画をすごい見ながら一緒に運動しますね。知ってる竹脇さんのさ、ヒート。知らないです。知ってます。ヒートってめちゃくちゃいいんですよ。3日間ぐらいで1キロ痩せた。すごい。何分ぐらいですか。それ4分かな。え、ヒートってあの短時間でガッて一気にやって痩せるってやつなんだけど、ただその4分間がめちゃめちゃきついのね。ということでリー山本の指南のもと、ちょっとだけヒットにチャレンジ。こっからこうやっていってこう、きつそう。そう、これを1分ぐらいずっとやって、で15秒休んでとか。あと難しいけど、ここから最初蹴って後ろでこうやってやつ。わ、結構でもしっかり動けてますね。これ最初フラフラだった。これを1分ぐらいずっと前に出し蹴って後ろでグッ。そう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 、まあ、ヒールだからね、やりにくいけど。よいしょ。いつかやります。皆さんもぜひ私たちのおすすめの家活やってみてください。次回もお楽しみに。バイバイ。放送は6月27日月曜24時58分から。